か売れる展開を作ろうだとか売れるお話をやろうだとかっていうところにすごくこう陥ってたんですけど、ここの人でやったのはもう自分の過去、自分の生活をありのままあの考え方をここに落とし込んでいこうっていう、もう自分そのものを変えていったんで、まあ、もちろん新田次郎先生のその孤高の人っていう名作をあの原作にしてそれをやるのはちょっとなかなかね度胸のいることだったんですけど、もう自分もそれまで連載そんなに大したヒットも出さずに終わってるん で少年誌でもダメでしたし、あ、じゃあこれが自分が最後の作品なんだなっていうふうに思って、だったらじゃあいいよって、これで終わるんだったらもう思いっきり自分の好きなことやって自分の頭に出る絵をどんどんやっちゃおうよって。雪山登山の厳しさを圧倒的な絵で描き切ったこの作品は150万部の